頑張れ。はい、じゃあおめでとうございます。ボートでバッチコイ構成、はい、本日は桐生の住民、はい、須永さんがゲストでございます。よろしくお願いします。それやってないし、いつもやってないし、初めて見たし、ね、ダサアラフォーねダサアラフォーたちがね、前半ね、あのお二人はプラスでやり返し、はい、私がちょっとへこんじゃって、うん、で私と須永さんがタッグと今回はね、そうですね、いうことなんです、はい、ちょっと足を引っ張る形になってしまいましたが、まだまだ全然、まだまだ後半チャンスありますよと、はい、本日のご褒美こちら、ね、10万円達成の時はそちらの渋めの茶色い茶棒、ね、茶棒2本です ね、はい、ね、武将が保存食として好んだということで、いやでもこれはもう絶対うまい色やから、まあうまいです絶対に、うん、ちょっとずつ、あ、ちっちゃく切って、ね、酒と一緒に、酒のあてにしてもいいし、ご飯のお供にもいいし、ね、ピンポンパンポーン、あ、お、出た。この度、ボートデバチコイ X のオリジナルグッズ新商品誕生いたしました。後半もう一回やるの後半もう一回やるの全く同じ、ね、いいなこれ、いいサイズのソートバッグね、しかもこれ何でも入る、ね、うん、パソコンでもいけちゃうんじゃない、うん、パソコンパンパンだけどね、パンパンだけど概要欄にあるから応募してね。いやー、これは欲しい、おめでとう、おめでとう、果たしてできた、そうでございますよと、はい、お知らせでございました。ということで、うん、今節はですね、はい、ボートレース2のホームページ、うん、リニューアル記念杯ということでね、2の公式ホームページがリニューアルしました。いや、これの時に立ち会えたってのは俺本当嬉しいです、うん、ねね、やっぱホームページ立ち上げる軽めの軽めのコメントありがとうございます。いや、ね、ホームページで変わるなんてことは、こんなに気持ちが入ってないコメントなかなかないですよ。数年に1回しかないことですから、まあ、ですから、ね、はい、奇跡的なタイミングでは、うん、確かに、であのつなびも、新たに2ということで、はい、つなび2がありますね、ね、そちらを参考にやっていきたい、多分あれだろうね、つにかけてだからつなび2にしたんだよね。うもう3はない、うん、ないもう3ないよね、3はない、2は更新してきたもんだから、あ、2、3にせず、あ、なるほど、2のバージョンアップね、そう、つなび2だった、うん、そうなのね、うん、ファイナルファンタジーみたいに一生続かない、大丈夫ファイナルじゃなかったんっていう大丈夫、つなび2をね、参考にいきたいと思うんですけど、はい、ちょっと今日はね、つには珍しく荒れ模様という感じで、風そんなないのに、うん、まくりが決まりまくるっていう、ね、出走表の妙でしょうね、今日逃げがね、トータルで今第8レースまでで3本、えっていうね、なかなかあの穴とは歓喜っていうね、いや、だからしかもなんかこう理解不能な穴じゃない、確かに、そうですね、うん、狙って取れそうな中穴、ね、そう、ちょうどいいぐらいの、そうなんだよな、まあ一番楽しいよね、一番楽しい、このつって一日通して結構流れ一緒なのか、いろんなレース結構前半後半で思い切って流れ変わるとかあるんですよ、つはやっぱ後半硬いっす、わかる、12レースが外でいいんですよ、ああ、はいはい、ここで買って、はいはいはい、外でレース見るんですけど、外で1-2-4、1-4-2、2-1-4-2-4-1、うん、あの普通に刺した人だけ残るっていう回目で決着したこと何回か分からないですよね、うん、あ、またかよ、あ、なるほど、結局1-2-4、なるほど、だ後半はそういう風になるイメージがあるんですけど、うん、ただこんなに道中外の攻め効く日も珍しいんで、今日はだから分かんないですよ、今日はもしかしたらこの流れで最後までいってしまうかも、しかも今日あのラストレース、うん、臨戦あの坂本選手だよ、ちょっと さっきスリットずいぶんしんどそうだった、ちょっとモーター的に劣勢だよね、あ、絶対飛ぶやん、あれで逃げれるかっていう、これは厳しいよね、足的には、はい、スリットがもう全然でしたからね、そうですね、今日はちょっとじゃあで角水間さんね、あら、あらこれ絶対絞ってくるね、今日1日通して、いや、じゃあめちゃくちゃええ日に来たかもしれない、そうですね、もう須永さんもう大どんど真ん中、さあ、じゃあ第9レース、予想していきたいですけども、結構グッとねメンバー上がりますよ、ここはでも怪しいね、これ高岡選手この着順見てると、でやっぱりこの1号手がまた不安っていうね、うーん、で、まあ今節の2番3番のスタートから
見るとやっぱ外の人たちのスタートの方が目立つと、うん、確かに 2,3 のスタートタイミングでけえな。そうあのねあんまスタート切れてない。ここに対してバーダッシュのね今日の流れ、ここで展示タイム出ましたけど、はい、6番がズバッといいんですよね。菅沼選手、うん、6番がね 6.74 ってことで、まあこの中だとまあ正直ダントツいい、うん、さっき前半も正直伸ばして、うん、だそれでそうだ岸本選手のこと逃がしてんだ。そうちゃんと壁になって逃がしたんですよ。まあ、スタートも決まってるしな、まあ、ただ6枠でどうかという話ですね。つなび、はい、出ました。あお願いします。天井が上から4-3-3-2-2-2です。なんと外側の3名が、ああなるほど、あんまりまあまあ天地タイム出した菅沼選手も天地岡では2。ここはじゃあ逃げちゃうのかいと1-1-3-1-3-2でも10番あるのよ。本当だ。まあ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 あれか、みんなちょっと松尾選手に結構あれかロマンを見出してる感じですか。ロマンフェスティバルね。そうですね、うん、松井さんだけに祭りだからね、ロマフェス、ロマフェス、ね、いやついてるよこれ1-2-2-3こんなついてるのおかしいもんやっぱ、うん、まあだからみんなねちょっと引っ張られてるよね、逃げないから、うん、いつものつじゃないじゃんみたいな。だって高岡選手なんて記者さんの評価4なんでしょ。4で逃げ率も 60% ぐらいあるんですよ。あじゃあまあ通常の、まあ、A2 やったらまあ、うん、いい上場でいいレベルの、うん、あ一応あれだフォーカス言ってなかったですね、はい、1-2-2-1-3-1-2-4、うん、ここは本命戦3点、うん、1-2-2-1-3-1-2-4、高岡は試運転から伸びは悪くなかった。この陰線は今節の勝負どころなら、うん、スタートも決めていくか。松崎も、初日の凡走を取り返すチャンス、凡走、成績ほど気配も悪くないだけに腕勝負で抜け出すかと。ここはだから 2-1 まであるよと信用してみようかな。逃げ誰をですか。陰逃げを、あ高岡選手ズバッと、うん、だからここはまだみんな1の逃げが不安なわけですよねお客さんも、うん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 、だからオッズがこんな感じで残ってると。そうですね、このチャンス逃さん手はないんじゃないかと。確かに。さあそれでは後半1本目第9レース参りましょう。はい、じゃあ松本バッチクリゴー。はい、ここは僕はもうザ・シンプルマンにさせていただきました。シンプルイザベストということで、1-2-3-1-3に5000円ずつで2-1-3-2-1-4-2500円ずつ4点です。まあここは固めと、うん、はい、僕は、1-3流し流して、はい、まあ金額はちょっと振り分けてます、はいはい、で、3-1-4-6、うん、これをちょっとだけ頭まで、はい、うわっはっはっはっ、あ、1-2-3-4.6倍になってる。やられた。あれ8倍くらい、いや12倍あったよ。うん、12倍あった。ちょっと待って、やっぱ気づいた人いた。もしかして俺も1-2-3-1-3-4-5000いっちゃった。うわ、俺もう紙だこれ。あ、紙はしねえか。1-2-3-1-3-5000で、うん、僕1-2-3-6定着で6、3着。なるほど、俺もやっぱ6はね、こっちに行きました。あ、面白い。第9レースの予選特賞です。スタートだ。内側から1で止めればもう後はっていう感じになるんじゃないの。早めに残した。あ、5ちょっと出てる。ダッシュがスタート早 い、 いや、まあでも止まるでしょ。あ、1が危ない。だんだん2がのぞいて、まずいなこれ。1が危ないよ。はい、に急いで握ったとこ2が刺さるんちゃうんかい。こい3-1。うわ、あ刺さった。2来い、2来い。刺さった松崎優太郎。あーかかってる、3がかかってる。3がかかったな。しまい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 。3がかかった。3引いてくれ長島、引いてくれ。3今1回浮いた。長島引いてくれ。正常です。2マーク2号店。よっしゃ逃げれ。よし、ナイス逃げれ。あー高岡、なんだったら3-2に今投げかけたけど。高岡頼む。2-3-1。いやでもあるよこれ、2-1は、うん、2-1-3はあるよね。3逃げれ早めに。そして上だ。あーこれ流れる。うー戻ってこない。追い風だから戻ってこない。でもまだあるね。直線は1やけどターン回りは3って感じだね。そうっすね、うん、3。あー刺したらダメだ。ダメだ。いやーこれは抜けない。いやスタートちょっと遅れましたね。そうですね、まだ記念日継続中や。そうですね、本当硬くなかったね。1-2-3ボックスだ、ね、いやマジ1-2-3の 4.6倍買ってる場合じゃなかった。マジでこれは無念。一番のスタート遅れか。あわや叩けましたもんね。そうね、いや冷静やったね。待ったね、うん。第10レースガース登場。いやこれはもう岸本チャンス。これでも菅ちゃん遅れたらマジで1-2-3-1-3にあるもんな、うん、あー展示ではちょっと遅れるね。これ毎回そうだよな。まあこっからなんだよね。まあ出るは出るねやっぱり、うん、
これ 1-2-2-1 とかっていうパターンが出てくるんだよな、これで、ね、うん、ガース買う派とガース外した方が美味しい派って結構分かれるじゃないですか。俺はどっちかといえばガース外す派なんよ。あ、外す派というかさっきみたいに言ってもらってその外買うみたいな、そうですね、だからマクリアの1個外を絡める買い方が確かに美味しいんだよね、うん、展開を作ってもらってんだよね、うんうん、あとですね、はい、リニューアルされました、うん、ホームページでですね、はい、こちらの第10レース、そして第11レースが、うん、記者一押しレースということで、ありがたい記者さんのじゃあその、ね、コメント、はい、まあ、一応本命が412421413、うん、菅はまだ本来の伸びを考えれば 80% の出来かと、うん、それでも角ならまくっていける、うん、イン北側も足はだいぶ良くなってきた、うん、菅がスタート甘くなれば先前必死、うん、坪口も後継合い、前競りになればチャンスだということで、うん、まあ、ガース押し、うん、で、展示評価も出ております、はい、こちら上から4、5、3、4、3、3、まあ、皆さんハイレベルの悪くない戦い、うん、坪口選手5評価と、うん、この2っていうのはまくられて打ち残りみたいな結構見る情あるあるある、あるんだ、あるあるある、例えば4、5、3とかある、あるある、あるんだ、結構ねそれに泣かされてるね。あ、だって普通のモードをやってる人は買わへんやん、3の3着、うん、4号の場合、そうそうそう、変わり前足って言うんですか、あの、ああいうのがあのやっぱ見かける、まあ、伸び方の方々が見かけるようになってやっぱ見るようになりましたね。あ、まあそうか、広いからまあ一回まくられても思いっきりいけるもんね、はい、もう自分が差しの方にもうすぐ、まあ、うん、修正するというか、うん、まあ、早めに引いちゃって女子戦とかもは本当、うん、一番最初にまくられた人が残るのすごい多いからね。なるほど、うん、だからまあ気泣かさなあかんのか。14喧嘩して2526すごいオッズだよ。足がマックス評価の坪口くんが差し残して、うん、菅ちゃんと北川くんがもし2人でドーン跳ねたらもう2526以外考えられないもん。なのにあのオッズ、オッズ半端ねえもん。めちゃくちゃ自分に言い聞かせてるやん、香りを頭の中で絵は見えてるわけよ、半端ねえ、ワントラブルでこれですもん。ちょっといろんなことがね考えれちゃうから、ここはじゃあちょっとじっくり悩みましょう、はい、14分あります。さあ、じゃあ数高さんいきましょう。はい、本戦は14頭の6の2着おーいいねの124、うん、夢船券25256の1切り流し、うわ、うん、じゃあバッチ、はい、はい、私ですね、私ここもロマンに夢を馳せまして、うん、3万2000円使用させていただきました。来たよ、これはすごい。まずはもう教科書通りのもう抑えです。多分ねガミル4頭の4250、うん、1000円ずつ12点、うん、で4いけなかった浅川選手いけなかった1212000、うん、これも1000円ずつ、これめっちゃわかるわ、はい、うん、で4いって展開ごっちゃ混ぜ、2564流しと、256流しの4、ガス紐残りパターンね、うん、はい、まあ、追い風ですから絞ってってまくりに行って北川選手にちょっと張られたら膨らんでうわーってなった時に内側入ってくるのは黒か黄色か緑っていう、なるほど、緑もやばいね、緑だ、です頭まで6にありますよ、緑はやばい、黄色もあるから、黄色もあります、うん、はい、52もございます、25もございます。私はですね坪口選手足で買いました、うん、2-146前、これまず500円ばらまいて、うん、21-356っていう、まあ、ガースを切った21のところに1000円もう1回足してます、うん、結構つくんですよね、うんうん、で12-36、うん、まあ、だから21の逆ですね。で、ガースの頭1個だけ42-356、なるほど、これ2000円ずついきました、うん、やっぱ俺も結構今、まあ、ボートの仕事やりだしてすごく長いんだけど、うん、14、15年になるかな、すごい、さっきの1位の4から126にばらまいてっていう言葉初めて聞きました。誠実だなと。さあガース、ガース、いってんなこれ。決まった。これは決まったわ。あれも放ったな今一回。うわでも三も遅いぞ。一回放ってる。十分だ。でも一回もう絞ってるもん。十分だ。これ誰かにかかれたわ。かかれ誰かに。坪口かけろ。かけろ。ああもう一度。かけないか。坪口差しだ。いやダメだこれ。岸本ちゃん。岸本ちゃん。うわ。岸本ちゃんいけよ。54。岸本ちゃんいけ、岸本ちゃん頑張れ、これ5位やばいよ、岸本ちゃん、あーでもガースやりやりそう、やりやりそう、よしかけろ、残せ、よし46で6でも OK、 46でいいよ、46、いやこれ64になるんじゃないの、まぜまぜ、それはまぜ、64もいいよ、64はまぜ、これ64やばいって、64だ、かけろ、
うわー、そうなるか。すごくさ、残せない。うわー、よーし、64だ。いや、61まであるよ、これ。いや、61よ。614も持ってたもんね。61丸、64丸よ。うわー、来た、マッチ。よし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 。うわー、来た。スカちゃん、来て、64の上、よし。今日朝あんなにもうダメだって言ってたのに絶好調。スガちゃんはやっぱ道中強いよね。よしよしよし。うわー、641だ。これはでかいね。よし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 。北川ちゃんか。これ坪口さん帰ってきたね。2はあるかも。あー、はいはい、そこ喧嘩だ。もうでも5来てるよ。えー、あれあれあれ、岸本ちゃん、マジ岸本って、これ5じゃない。岸本先にゴール。最高どうか。1だな。1だな。1っぽいね。まあでも、いや、すごい。すごい。よし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 。いやー、2万300円、50万人気。やりました。松本バッチ行きましたね。5枚。素晴らしい。これはやばいね。すずさん、やばい。俺がすっげー負けてる。すっげー負けてるわ。知ってる。だからもう金額聞くたびに俺ドキドキしてんだよ。すごい行くやん。もう多分じもうすごい。ばらまいてる場所。ほんまにばらまいてんねんもん。俺お前のことを選んでるのにばらまいてる場所じゃないんだけど。ちょっともう結構行ってるよ。行ってるよ、ね。うん、でもまあ頑張るから。まあダブルスコア行きゃいけるってことだよ。俺のチームメイトばらまいて頑張るから。なんでばらまいてるの。いやもうスーさんもばらまいてももうばらまいてもね。穴からやっぱ出るから。出るね今日はね。ね、穴ばらまいてこ。俺のチームでばらまいてんだけど。ばらまいてくぞ。よしよしよし。ばらまいてんだよな。ここはメンバー強いですね、皆さん。13になりますかね。もう最初に言っときます。僕は13変えないですよ、もう。ね。変えないよ、僕は。変えないよ。13ばらまけないよ、僕は。インから変えて、1号なんですよ。ああ、うん。俺もここ1号だと思ってる。1号に貼るか、田舎。音藤さんがなんかやたら数字でけえけど大丈夫って思ったけど、スタート順位は早いんだよね。2.5 番、うん、そう考えると壁はあると思うんだよね。これ篠宮選手もでも危ないよね。平均スタートでさ 4.5 番じゃん、うん、渡辺選手 1.5 番なんよ平均。相当早めに来るってことよ。6番、展示タイムも6番出てる、うん、6がちょっとこれ6番に夢を馳せるか、不気味ではある。やばいとこバラバコードしてるもう漬物の時から諦めてもらってあ、6番にばらまいちゃうかな。いやもう6から見てばらまいちゃうか。まあこれでもまあ決まればね。まあまあ決まれば。でもばらまかないと取れるもんも取れへんから。天井下上からね、はい、4-3-4-2-3-3 です。まあやはり皆さんの印象通り富永選手の、うんうん、まあ足色ちょっとあんまりかな、うん、ただ澤選手4評価で、うん、まあスタートいけば逃げ、うん、行くんじゃないかと。フォーカスが135153136163。お、136入ってるじゃないですか、うん、ね。さあ行き足も軽快に伸びていた。スタートを決めて先前あるのみ、うん、川崎の回り足も近づい、うん、握って回して2マーク勝負へ持ち込む、篠宮渡辺の動きも、枠番を克服できるもの、うん、お豆腐はちょっと気配不足な印象、うん、という評価で4点に絞られてますかね。ちょっとここで10ぐらい戻さないと、うん、ちょっと多めにばらまいてもらわないと、うん、これね、うん、僕らはねこれ毎月やってるのが分かるんですよ、うん、で最後ね10枚以上勝つって船木を買うしかなくなるわけです、うん、ここで戻しかないとゲボ吐くぐらいな、ね、買い方になるんですよ、うん、でも今回の12レースに関しては、うん、坂本選手のインで、うん、水間選手の角ですから、これはマジ本当じゃあいい、ね、こんな12レースないでしょ、つで、うん、じゃあまだ諦めないね。そうですか。もう12レースで1位が、うん、もうこれバラ巻き回収してくれると思ってるよ俺。あら、だからそのためにもやっぱ11は確実に捉えておきたいね。確実に捉えるぞ、うん。さあ勝負の11レース、ここで何とかして最後にっこりと挑みたいところでございます、はい、まず1からは、まず156の兄さん、まあ、ちょっと外覗いてる感じ見えたんで、6が連れてきてくれる感じ、で5は先に攻めてって感じですね。ほうほうほう。で、何もなかった場合の1221、これ21は結構つきます。もう満州だと思います。3564切りでもう一発、ちょっと5の123123、おお、はい、これはもう6に押していただいて、まくり出しうまく突き抜けれればそこを狙います。それではじゃあワッチ行きましょうか。135153の 1.5 千円ずつ、うん、ここは3125、ね、落ち着いてと1000円ずつ、うん、はい、1万3000円です。はい、私ここはバラエティー前行ってません。え、16全、おこれ2000円、うん、で
僕やっぱ153、156、こっち行きました。そして、まあ、最初に言ったら136、まだ24もあります。ここも行きました、うん、で163にさらに僕2000円足しました。でみんな意外とあるんじゃないって僕143と145を買いました。とにかく沢さん、よく叩かないでくれ。あー6番がちょっと遅れてね。ってことはないね。やばい、3が遅れてる。ダメ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 、あ、沢さんダメダメ、それそれ、うわこれ4攻めるぞこれ。ダメだよ、張ってくれな。あーダメだ、張らねーわー。ここで富永さん、うわー、うわー、富永さん4-1だ、4-1-4-5ねー、なんか11レースでこれ見させられたら、12レースどう、マジかよ、145とか、また満州だ。4-1は手出ねえわ。なんなら416、416、415ともに満州。うわ6、そこそうか、いや白目先生惜しかったね、簡単にまくられたな。ダッシュ勢とか全然早かったですね、スタート入ったな。これなんか風があれなんだろうな、あとね、まあ、気温やと思う。ああちょっと、ね、今日暑くなって、回転がスローが曲がりきらんっていう。4の攻めがやっぱ川崎さんがいてね、やっぱ思いつかなかったよね。思いつかな、もうないわこれは。富永選手、いやさすがやわね、一発いきました。決めてきましたね、決めてこられた。参った、マイッチングマチコ先生、あ、来た。いやもうマイッチングマチコ先生とか言ってる場合じゃないんだよ怒ってる、怒ってる、バラマキ王子が怒ってる、バラマキ王子。うわー、16,700円、416、うわー手出ない。今日すごいね、すごい。まあ、通常であればね、いい線強い坂本選手ですが、今節の船橋はまあ正直ワースト級じゃねえかと。うん、カードが水間さんだからね、これね。一番人気がね、1-2-4なんですよ。うん、チャンスじゃん。8.5 倍です。絶対チャンスだよ。絶対チャンスなの本当にこれ。だって逃げたとしてだよ、うん、もし坂本さんが頑張って逃げたとしても、うん、これ4とは限んないよね、全然。だって5、6めっちゃいいんだからきっと、うん、1走目も特に樋口さんバキバキだったもんね。でもねこれ出端選手はまあね悪くなさそうだからね、うん、まあ、さっきもちょっと負けたけど、もうイン逃げはいい、絶対逃げないっしょっては言えないよね。だって岸本選手とか逃げてんだから、うん、いや困ったな。外からもう結構絞んないとだよね多分。外から絞るのとか不得意だな。展開決め打ちして、ばらまかないとならない。外からばらまかないからばらまいてなんぼやから。でも津波出ました皆さん。もう津波に従おう。上から2-3-3-3-5-5です。なるほど。水間選手も参加。これ大外のさ。日枝選手が一番時計数は 6.74、うん、そしてインの坂本選手 6.89、 やはり出てない、出てない、これは出てない、これは危険。フォーカスはイン逃げです。156165154、足はかなり厳しい坂本、一向に両下の道筋は見えてこないものの、インだけは話が変わってくる。ほう、出端が差し粘るが穴はアウト勢、樋口そして日枝の足は上位クラス、スタートがかかれば怖い。4はこれ来てくんないと困っちゃうな。で4が行ったら行ったら安いからね、またまあまあ言うても45とか40ぐらい、うん、これみんな江本さんはどう思う、あんまりこれお話に出てきてないじゃん、うん、江本さんはどう考えますか。俺今の展示の感じ見ると4止めれんじゃないかちょっと思ってる、うん、やめてよこれまでどっちかっていうと止めるんじゃないかな、やめてよ、止めないっていう方にベットしてんだからこっちは俺は止めちゃうんだ、止められちゃったら終わりだよ。ださっきのレースみたいな、うん、で俺やっぱここまでの展開と11レースの、うん、あの謎のトップスタート、うん、あれによって俺外売れすぎてると思うんですよねこれ。確かに、うんうん、まあ、別に水間選手もチルと跳ねてるとかそういうわけじゃないし、はい、まあね、うん、だから4から売れすぎてると思うんで、僕は出端さんから行こうかと思ってます。
俺まずこれ絶対買うのは、うん、234頭の6の2、3着、うん、あーちょっと広めに頭、うん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 、はもう絶対行く。エモスさんのまくり買う気じゃねえかよ。まあだからもうこれね1がしんどすぎるからこれね、ゼバタさんのまくりを考えてる。まあまあそれはで2332みたいな、はい、だからそっち系のやつ、はい、樋口さんもだって悪くないでしょ。悪くない。なんで6軸にできんの、5じゃないの。2とか3のまくりが決まった時ってやっぱ全員が間違う方向に行くのよ、うん、1個ずれるから、うん、はい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 、その時に6はもう左右打ち刺すだけで決まってるから、みんなのこと見て左右打ちをずっと、うん、そう、もう左右打ち6だけは唯一決まってるのよ、左右打ち刺すっていう、この道だ、うん、確かに。だからセンター勢がまくる時は6の2、3着は結構有効的やと思ってる。いやこれむずっ。ちょっと待って、何分だ、あと15分、早めに行かなあかんのか。じゃあ最後は外で見ますんで、はい、早めに買っていきましょう。うわ難しい、どこかを。さあそれでは勝負を決する第12レースでございます、はい、さあ誰が10万円を手にするのか、うん、行きましょう。それじゃあ松本ぼっち、はい、私ですね、ちょっとまあ、浮いてるのもあるので浮いた分全部使って夢を見に行きました。おい、頭は2手に絞って5頭と2頭のみ、うん、まずは5頭からですね、2と6軸で52前56前5前25前6、うん、はい、で2頭、1と5軸で21前25前2前12前5、うん、広いな、はい、まあ、これも直まくり差し両方対応できると。こればらまいとんな、はい、一旦これもばらまきました。でばらまくだけでは全然プラスにならないので、さらに乗せていきます。2516、216の5にプッシュ2000円、まあ、そうだな、こうなるんだな、はい、で僕はもう本線がね、樋口さん、5頭です。なるほど、はい、5、1、2、6、1、2、6、これに3000円ずつプッシュ。なるほどな、で計5万8000円です。なんかここに来て2頭かいっていうのなんかちょっとあるな、浮き分全プッシュです。うわ足して、はい、すずさん、はい、まず、インから、153、1点、うん、と13の56、こっちを3000円ずつで、さっき言った234頭の6の2、3着1切り、うん、1切り、はい、これ各500円、まあ、これも800倍クラスなんで、で、ちょっとやっぱり俺僕と5が気になったんで、うん、5153の1236水間選手切り、はい、4がちょっと行こうとして待って刺すような展開、はい、5のまくり出しずっぽしで、そこ狙ってます。ちょっとねエモス選手いい具合に外前打てんじゃないかと、はいはい、見てます。で計19,500円、正直、意見が割れましたね。私、お金がなかったんで伝統で買わせていただいてます。153、うん、一緒だ、156、うん、165、うん、インゲこの3つに絞りました。おそして4頭4の25全の1切り、やっぱ1は切る、うんうんうん、ですな、はい、46、うん、4の25ロー前の1切りだ。で開始の54前4番行って、うん、僕はだから水増し行くと、あもうそ行ってとまくり出しと、うん、行くという予想にしました。4万5000、うん、さあ、さあなんか起きろ、レッツゴー。さあ4はいい起こししたよ。水間選手まくってくれ。うわ5いくぞ、いいぞ、どうだろう、あ、揃った、2いきそうじゃないこれ。水間、水間、いや水間さん攻めてるわ、水間、あーダメだ逃げる、よっしゃブースト当たれ。うわエモさんだ、3人持ってんの。6は6やったら当たる、6いる、6どっかいる、エモトさんなの頭、3の頭だ、6あそこにいる、あるあるある、6あそこにいるね、出ました出ました、俺も無理だ、出ました、なんとか6握れ、3、1、3、2、まだあるまだある、3、2、1、いやー6しかない、うわすわマジでエモスさんじゃん、まだあるか、マジでエモスさん、出ました、6じゃないとダメ、6じゃないとダメ、6だったらある、爆撃だよこれ、あー1か、これはさすがに、あー5か6やな、3、2、1か、なんて変えねえよ、2332だ、しかも1、まあ、でも321だから変えねえな、3人までったら仕事買っちゃうもんね、うわエモス選手見事だわ、いやあ惜しいな、惜しかったな、321、321はちょっと手が出ねえ、これ高いぞ、
今日は逃げられませんな。いやすごいね、荒れたね、荒れましたね。しかもこれで3ちゃん1がやっぱより一層買えないしね。そうやられるっていう夢だから、さあ32112です。いやこれはつくでしょう。うわ73,380円65万人気。まあ最終的に、皆さんの、成績がね、はい、どうなったかエンディングでお願いします。よっしゃ、お疲れ様でした。ボートでバッチコイエンディングの時間。さあということで、収支の方を発表してまいりましょう。お願いします。じゃあ今日は単独だった松本バッチ君。はい、私ですね、最後、大勝負出て、外してしまったので残念ながらマイナス転落で、マイナスの1万と300円でございました。まあまあ検討した感じではありますね、うん、まあ今日は、はい、楽しませていただきました、うん、まあ、結構気持ちいいのが取れましたよね、うん、そうですね、いずれも10万と7万なので、うんうん、それでは鈴高さん。はい、私21,300円。21,300円、はい、まあ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 全然、まあまあまとめてきましたね、はい、うん、まあ、最後、まあ、一番惜しかったのは鈴さんだからね。そうですね、一応2、3頭あったんで、肝6だったら5万周だった。3、2、6で5万周、ね、そうやったら 20万ぐらい買って帰れたかもしれない。いやー、ね、そしたらね、まあまあ結果私の結構言っちゃったんですけど私がね、マイナスのあと17万4千円足りなかったですね。足りなかった。3、2、6でも足りなかった。取っても足りなかった。結果そんな逆に取らんでよかった。取れたらさせんね。いやもう、もうこれはもう1か、まあどっちにしろ、はい、今日は無理やったもんね。まあそうね、ね、確かに、まあね、はい、ちょっとね、うん、まあまあこういう日もありますし、うん、いやでももうかっこよかったですよ、イッチ。俺やっぱ久しぶりにイッチでやらせてもらいましたけど、はい、これがばらまきかと、はい、やっぱ上り詰めた男の、いやありがとうございます、うん、やっぱやり口だと、ね、やっぱ SNS でやることですもんね、ばらまきって基本は基本はばらまきって、ね、SNS でやることなんで、ね、うん、ちゃんとここにばらまくっていうのはやっぱりね、うん、ちゃんとね、うん、お世話になってる上にね、寿司にね、ばらまいて、うん、ばらまいて、いやもうぜひ、我々はその年間で何回かぐらいですね、節間で、花生配信ガッてやることなので、はいはい、そちらのゲストの方にもぜひ、そうですね、あぜひぜひお願いします、そんな腕を振るっていただければと思います、はい、うん、またじゃあちょっとリベンジしてください。はい、ありがとうございます。というわけで今回は残念ながら3人とも敗北となりましたけれども、チケットコストはしっかり買ってガスでお届けできるように頑張りたいと思います。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。さよなら。ありがとうございます。ポップポップ。